黒島は、長崎県北部の北松浦半島の南西沖合に、ある島。全島が、佐世保市に属している。なお、この項目では、佐世保市の一地域としての黒島についても記述する。黒島の空中写真、2016年5月4日撮影の10枚を、合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに作成、九十九島の一つに数えられるが、 他の島からはやや西の方に離れて位置している。なお、九十九島の中では面積が最大である。黒島の透明には二つの説があると言われている。一つは黒島を海上から見た際、樹木が密生しており黒く見えるために黒島というのだという説。もう一つはカトリック教徒が多く住んでいたため、クルス島と言われ、これが生まって黒島になったという説である。 歴史上では、鎌倉時代に、平戸松浦氏の思祖である、峰五郎妃の所領中に、黒島の地名が出てくるが、それは日本へのキリスト教伝来よりもずっと前のことなので、黒島の地名は、会場から見ると、木々がグログロしているためにそう呼ばれるようになったという、説が有力であると考えられている。また本島は古島にもかかわらず、島内の至るところに、湧き水があり、そのことから古くは、 水島とも呼ばれていた。1958年、町名が設置された、町内の地区黒島港より時計回りに、元村、東道平、ふるさと、日数、根田に、名切れ、田代、わらびの八地区からなる。黒島は、室町時代後期から、戦国時代初期にかけて、松浦市が、北松浦半島や周辺当初の統一を進める、過程でその領地となった。 その後松浦市の家臣である西氏が付近に出没していた海賊討伐の褒美として黒島を与えられ島の直接の統治を行うようになった戦国時代後期に一度キリスト教が伝わり古里地区にキリシタンが暮らしていた江戸時代になると黒島は平戸島に居城を置く平戸藩の領地となったその当時の黒島は国高は少ないものの農業 漁業に加え、三陰石の採石地、群馬の飼育地として知られていた。1803年に牧場が廃止され、大規模な田畑の開墾が始まり、江戸幕府の近況政策による弾圧から逃れた、大村藩のキリシタンたちが移住するようになった。1865年に、長崎浦城のキリシタンが、大村天主堂で信仰を明らかにした、新発見から数ヶ月後には、 早くも、黒島の神徒代表者が、大浦天主堂を訪ね、その後、明治時代に、カトリックに復帰した。1902年には、現在のカトリック、黒島天主堂が建てられ、今も、島民の約7割が、カトリック信者と言われる。正直、編集1958年に実施された、長名設置及びメガザ廃止では、黒島内に存在した小技として、 以下の名称が見える。ふとは、現在の黒島の地区名として採用、または相当する、小寺名称。本村地区から望む黒島港。漁業と農業が中心。農業については、平戸藩の牧場が廃止されてから本格的に始まり、島内の至るところではく水を活かし、島の中心では、水田が切り開かれた。黒島天守堂が立つった白地区の地名は田んぼに、由来する。 黒島の土は赤土のため、根菜類、芋、玉ねぎなどは非常に美味しく、佐世保市内でも買い求める人も多かったが、高齢化のため農業従事者が減ったことと農協が収穫を廃止したため、黒島からの出荷が極端に減っている。漁業は佐世保市近辺の磯焼けのため、漁獲口も激減しているが、黒島近辺で採れるウニやアワビ、イセエビなどは、 現在も人気が高く、買い求めるのも困難となっている。かつては、見陰石の生産が盛んで、黒島天主堂にも、島内で切り出された石が使われており、現在も、面接地区には、石材店が複数ある。黒島へ渡航する際は、佐世保市の相浦三橋からの船舶を利用することになる。相浦三橋へのアクセスは次の通り、 ニューフェリー黒島黒島旅客船。フェリー黒島かつて運行していた船舶2014年現在、島内には公共交通機関がない。黒島港から島の中心部にある市役所、黒島市所までは徒歩約30分。黒島ではテーラーと呼ばれるのを作業用コンバインのようなもので移動をする方が多い。また、交通信号機もない。黒島ウェルカムハウス名切れ地区にある 黒島天主堂信興復活記念碑を女瀬地区にある、串野浜岩脈日本遺産認定の砲台跡カトリック共同墓地黒島は、阿光の防風林や戦力岩の石垣などに見られる、独特の居住形態や制御を特色とする景観が、佐世保市、黒島の文化的景観の名称で、重要文化的景観として選定されている。選定区域は、佐世保市黒島及び、 黒島漁港の全域である。世界遺産に推薦していた長崎の境界軍とキリスト教関連遺産が日本におけるキリスト教の特殊性は2世紀以上にわたって迫害に耐えた点にあり、信仰復活期は除外すべきとの国際記念物遺跡会議の勧告により一旦推薦を取り下げた。明治時代に混流された。 黒島天主堂は、信仰を守り抜いた象徴としての位置づけのみならず、潜伏キリシタンとのつながりを明確にする必要に、迫られ、潜伏キリシタンが入植し開拓した、島内集落の景観を主体とする、重要文化的景観をよりどころとすることとし、2018年6月30日に、第42回世界遺産委員会において、長崎と天草地方の潜伏キリシタイ関連遺産、 そして登録が決定した。移住潜伏キリシタンが切り開いた集落は、まず牧場跡だったわらび、名切で、東道平に入植して開拓し、順次島東部の根ダに、日数や南部の田代へと展開。移住潜伏キリシタンは、石積み技術を持ち込み、石垣や畑楽器などの特徴ある、集落景観が形成された。名設、東道平、田代、ふるさと、根ダにでは、 水田が見られ、日数には、ため池も作られた。世界遺産委員会では、集落周辺に残る、信仰の遺構について包括的な記録を作成する、よう求められた。黒島では、仕切り巻き墓地のように渦もれているものもあり、近況期の生活を忍ばせる物性となっている。こうしたことを受け、島内に8カ所ある、キリシタン墓地などの意義と価値を再検証することとなった。 潜伏キリシタン関連集落画像制作、田中智之、東宝、監督、谷口千吉、主演、宝田明、青山京子、配給東宝、1956年10月16日、公開、イーストマンカラー、98分、ありがとうございます。